にちは。I am here representing the campaign for nuclear disarmament in the United Kingdom. We send solidarity greetings to our friends in Japan. Our members in the United Kingdom are commemorating the victims of the bombings of Hiroshima and Nagasaki. As I am here, there are events happening across the whole of the United Kingdom. Thousands of people are coming together to stand in solidarity with the victims. We offer you our continued respect and admiration to the Hibakusha. You are an inspiration to all of us. こんにちは。私はイギリスの核軍縮キャンペーン CND を代表してここに参加しています。日本の友人の皆さんに連帯の挨拶を申し上げます。 CND の会員やサポーターたちは今広島、長崎の原爆犠牲者を追悼しているところです。私が今ここにいる間もイギリス全土で開催されています。何千人もが被爆者に連帯して集まっています。被爆者に対し変わらぬ敬意と称賛を送ります。被爆者の皆さんは私たちの運動の拠り所です。2015年はイギリス人にとって国内的にも国際的にも極めて重要な年になります。総選挙が行われるだけでなく、何人かの国会議員が NPT 再検討会議に行くからです。そしてその1年後の2016年には政府がトライデント核兵器システムを更新するかどうかの最終決定を行うことになっています。私の事務所はマンチェスターにあります。マンチェスターは進歩的で歴史のある町です。私たちは正しいと思うことのためには黙っていないで立ち上がるという市民性を持っています。絶えず平和と正義のために戦っています。マンチェスターは世界初の非核宣言都市となりました。しかしそれに満足してはいません。非核都市であることを市民が忘れないように働きかけなければなりません。 CND はいわゆる 核抑止力への反論を重視してトライデント更新に関するもう一つの見直しを発表しました。タイトルはこうです。真の対案、政府のトライデント見直し案が語っていないもの。私たちはこの情報を広く国民に知らせるために私たちの見直し案を CND のすべてのオフィス支部に送りました。イギリス中の平和組織にも送っています。地元選出国会議員との懇談や宣伝広報活動などで活用することができます。街頭や地域での対話というのは宣伝していく上で絶対的に重要です。反核のメッセージを、他にもさまざまな差し迫った問題を抱える国民の中に持ち込むということはそう簡単ではありません。政府による公共サービス削減や緊縮政策、それと恐ろしく高額な核兵器への固執には関連性があるということを明らかにしていくことが不可欠です。イギリスのどの町でも今私たちは病院の閉鎖もしくは閉鎖の危機に直面しています。出産を控える女性は産科が満員のために門前払いです。手の届く値段の住宅が不足し、福祉手当の支給が抑制されているために一時しのぎの宿泊施設に暮らす家族もいます。他にも
まだまだあります。決して国を守るために核兵器があるのではありません。力を手に入れるためにあるのです。他の国に対してほら自分たちの方が大きくてそっちより重要なんだぞと。しかしそれが間違いだということは皆さんお分かりだと思います。本当に力を持っているのは私たちなのですから。だからこそ平和運動以外でも人々とのつながりを築いていくことが大事なのです。 CND は社会保障削減、緊縮財政反対で先陣を切っている団体や労働組合と連携してきました。私たちは集会や会議、デモなどであらゆる場所でトライデント反対を訴え続けていきます。私たち CND の仲間であるトライデント・プラウシェアとアクション AWE という団体が今月末にオルダーマストンの核兵器工場前で軍縮キャンプというイベントを催します。活動家のためのワークショップやトレーニングセッションなどが開催されます。これに関連して各地の核弾頭製造施設のゲート前でも非暴力直接行動を行う予定です。私たちはこのオルダーマストの施設は完全に封鎖することを目指しています。 And to finish, I urge each of us here to go home from this inspiring conference to do at least one thing to further our cause. Because if you do nothing, you cannot expect change. And looking in your eyes,I can see that you want change. I know that you want change. Arigato. Thank you. 最後にこの世界大会で元気を得た皆さん、私たちの運動を推し進めるために何か一つ行動を起こす、そういう宿題を持ってそれぞれの地域へ戻っていただきたいと思います。行動せずして変化を期待することはできません。しかし皆さんの目を見れば私には分かります。皆さんが変革を求めているということを。ありがとうございました。